こんばんは。ジーパー、今日ジーパーでした。そうです。明日は朝10時くらいに配信します。ちょっとだけ大きいですか？ありがとう。あ、そうそう、裏チーパー、裏チーパーもある。
ノートみたいなやつね。明日、新潟の祭り。フォローしました。ありがとう。パトロール懐かしいな。今はどこにいるか、どこにいるでしょうか。少しばかり涼しいところにいますけど。教えませんけどね、どこにいるか。隠さんでもいいことかもしれんことを隠す人。楽しみ。結構 STU の時間長いので30分ぐらい。配信でも見れるから YouTube で見れるよね。いい生産、うん、なかなかにない YouTube で無料配信あるの。あ、ペンライト、そう、赤と黄色です。去年は1曲ののみの披露だったけどね。今年は30分あります。びっくりです。うん、野外だと去年は息をする心で終わった。
意外とこの角が痛かった。確認しなければ。枕そこに置くんだ。置かない。手に持ってる。明日は朝10時配信です。15分か。今日も壁薄いかも。花垂公園、あ、当たりました。50分だったら教えて。甘える。あ、もうなる。もうなるんか。うん、なった。まさかのなった。じゃあ変わったら読みます。寝よっと。最近はもうずっと眠いんだ。眠いよ。ありがとう。よかった。シンダーさん、マイセンタン、ナオさん、ミツルンさん、台湾のコウさん、ツリケンさん、コッペさん、神戸のヒッキーさん、ブッチさん、鳥取太郎さん、カタムツリさん、サイユンさん、セイヤンさん、マボロシさん、サトケンさん、オーサムさん、ユウスケさん、イーザーさん、ケイさん、キチネさん、
良平さん、時和さん、ふーちゃん、ピーツさん、ホタテ様、ゆうきさん、メガバイトちゃん、ハムちゃん、たかのりさん、しいたけさん、マピさん、しゅうさん、りょうさん、かぶやきさん、ありがとう。楽しかった。休み。明日は朝10時。寝たら教えてね。寝たら教えてね。寝たら教えてね。寝たら。夢の番人、夢の番人なの？明日の配信？寝るってなったら教えるね。起きるけど、ちゃんと。寝たら合図してね。その寝たらどういうこと？寝たら合図でどういう合図？万人？やっぱり万人なの？寝てる寝てる人返事してって寝てない人がいるって、違う、寝てる人がいるって、誰だって言って、寝てる人は合図しなさいって。面白い。
会える機会、花手公園、10月の公演、広島、東京も広島もあるよ。いろいろイベントあるけどね。10月5日花垂公園、東京である。おやすみ。寝てしまいそう。ありがとうございます。ありがとうございます。サンキューございます。目を閉じてしまった。